陸上自衛隊少年工科学校は、陸上自衛隊竹山駐屯地内に所在していた、防衛大臣直轄機関の一つ。2010年3月26日、陸上自衛隊高等工科学校に改編された。中学校を卒業し、採用試験を経て、陸上自衛隊生徒に任命された者が入校する。文部科学省の管轄外の学校であるため、 高等学校卒業資格を得るために、神奈川県立横浜をおさむ高等学校と提携している。少年高科学校では、陸上自衛隊生徒家庭の前期教育のみが行われ、順次3等陸士から2等陸士、1等陸士に承認する。陸上自衛隊生徒は、防衛大学校学生と異なり自衛官であり、それぞれの階級に任命されている。 少年高科学校での全期教育が終了すると、中期教育として、各職種ごとに、職種学校に入校、一般部隊において、後期教育が行われ4年間の教育終了時に三等陸層に、任官する。なお、少数ではあるが推薦、一般入試により防衛大学校に進学する者も、いる。少年校科学校は、その特異性から、陸上自衛隊の中でも、 独特の気風を築いており、卒業生は各部隊で中核の戦力となって活躍している。採用倍率はかつて20倍を超え難関であったが、昭和末期時点までには約10倍前後に落ち着いてきた。昭和期には給与が支払われ衣植住が保障されるなどの自衛官としての待遇に惹かれて入校し、親に仕送りをする生徒も見られた。しかし、 平成期に入ると志願理由の大半は自衛隊の活躍に影響されて職業として自衛官を志願したものとなった。毎月15万円前後の報給が支払われる。生徒は必ず体育クラブに所属しなければならない。なお、平成19年度までは文化系クラブも必修であったが、平成20年度からは1学年児のみとなった。 少年高科学校におけるクラブ活動には、防衛大学校と異なり、大部という概念はない。吹奏楽部は、防衛大学校のそれと同様、体育クラブの扱いを受けている。野校を参照のこと体育クラブ活動は、非常に活発であり、生徒出身者で世界で活躍する人間も多い。他にも剣道部は、 全国定通世、大会20連覇を達成した。その他、特徴のあるクラブは、以下の通りである。1968年7月2日、陸上自衛隊少年校科学校12期生が、安らぎの池とか訓練中に発生、うち13名が殉職した事故。あと、横須賀市竹山中東地に、少年自衛官検証の日を設置、毎年参拝が行われている。 ありがとうございます。